はい、タクシーに乗りました。乗ったよ、私も前回と同じ850バーツのタクシーに乗ったよ、結局。はい、見てこれね、あのね、安いとこ探したの、安いとこ探したけど、50人待ちだった、ここにですぐ乗れるからこっちで乗るわと思って、結局これやっぱね高いけどね、すぐ捕まえてくれるからめっちゃ便利なんだよね。ということで、あのお値段気にされない方は江戸川空港の、あのなんだろう、バケツクレーム出てすぐのところに右側にタクシーセン、なんかタクシーセンターみたいなのあって、他のとこもあるのかなと思ったら競合はしてないらしいよ。だから競合してないから高いみたい。もう絶対850バーツくれって言われたから、なるほどねみたいな、あ、そうですかみたいな感じだった。で、なんかあのメータータクシーの方に行ったら、多分メーターで走ってくれたら安いけど、50人待ちで、ね、さっきも言ったけど、私1泊3日南関バンコクなので、今日もパート2なので、お時間ないのでね、急がせていただきたいと。こちらで急がせて、急いであのホテルの方に向かいたいと思います。でもね、あの英語通じるし、いいと思います。ぼったくりではなかったということで、皆さんもご利用ください。なんで今日まだね、電池がない。なので、あの動画撮れるだけ撮っていきたいかなと思います。今回はおしゃれしていきたい。そこに行くにしても
いかな、ハイウェイ使って、うん、でもなんかだいぶショートカットできるみたいね。なので 2,3 時間かかるとこでも今、30分40分ぐらいで着くらしいです。だから小磯木の皆さんはタクシーでハイウェイ使ってきたらいいんじゃないかと思いますよ。9000円ぐらいだったから3000円プラスぐらいで今日のとこ泊まれるので、ちょっともちろんルームツアーとか含めてレポしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。ということで、また後ほど。じゃあねー。